プレミアム B ライフ。プレミアム B ライフ。この番組は水木コミュニケーションの提供でお送りします。皆様こんばんは、金森理香です。こんばんは、マスターこと賛否両論笠原雅宏です。はい、マスター、10月1日、はい、10月に入りました。10月1日は都民の日ですよ。ああ、そうですね、都民で。でもそうか、理香さん、あ、理香さん東京だよね。東京です。昔学校休みだったよね。そうですね。今もそうなのか。東京都民の日ですね。うん、あのカッパのバッジとかつけなかった。学校でカッパのバッジみたいな、なんか5色ぐらいのがあって売られて、でそれつけていくと、まあ、それつけなくてもほら、例えば上野動物園とかタダだったりとかさ。あ、なんかそうありましたね、うん、そうですね、うんうん、なんかそんな記憶があるな、子供の頃の、うんうん、東京都民の日だ、うん、そうだ、うっかり忘れてましたね。もう今だって会社とかは関係ないですもんね。もう会社関係ないよね、あれ。そうですよね、学校だけか。子供だけですもんね。そうですね、そうですね、だから祝日ではないですもんね。全然祝日じゃない。上野動物園とか行かれたんですか？行った行った、上野動物園はよく行ったな。なんか遠足みたいなのがあったんじゃないかったかな。まあそれは学校によってじゃない。そうですよね、なんかそういう、うん、多分休みだから遠足したりとかもあったかもしれないですよね、うん、そうか。でも10月ぐらいになるとさ、結構あれじゃない、秋の子供の頃は修学旅行とか、大体10月とかがだった気がするけど。そうですね、うん、私たちの時代は運動会も10月だったし。そうか、そうか、あれ10月なかったですか？取っちゃったっけな。あ、そうかな、うん、運動会、そうだね、うん、体育の日だったじゃないですか、ずっと、うん、そうか、うん、どのくらい前からかな。もうね、春が多くなってきますね、うん、今ね、5月がね、10月が暑すぎるからですかね。あとさ、高校生ぐらいになると逆に春先とかじゃなかった？そうですね、あれ多分受験とかだからかな。そうかそうか、あるからかな、よくわかんないけど。なんか高校時のイメージは、新しい学年になったらすぐだった気がする。なんかイメージが、修学旅行とかも2年生でなかったですね。まあ2年生で行ったね。そうですよね、うん、どこ行きました、高校の修学旅行？ここ京都奈良かな。うん、京都奈良。僕広島だったんですよ、高校の時に。広島、京都、奈良かな、うん、あの辺ですよね。広島、うん、山口、うん、山口は行ってない。で、広島のね、あそこ行ったんだろう、平和記念公園に、はいはい、そしたら、めっちゃくちゃもう他の学校も修学旅行生がなんかやたら来てたの。うんうん、でさ、ただでさえさ、俺らの時代ってさ、人数多かったじゃん。そうね、40人でしょ、とか当たり前でしたよね。俺の学校はまず1学年が9クラスあったわけ、うん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 、ね、で1クラス40人ぐらいいるじゃん、うんうんうん、でそれが全員行ってるわけじゃん、うん、うちの学校だけで360人ぐらいいるわけじゃん。それでまた他の学校多いじゃん。もうなんかさ、平和記念公園でっていうよりも学生がで恐ろしく集まってるライブ会場みたいな感じでさ、もうなんだよこの人の数って。でまたさ、一応さ、あの学年ごとにさ、記念写真撮ろうぞとかさ、うんうんうん、なんかやってるうちに、うん、俺なんかちょっと迷子みたいになっちゃって、迷子というかね、なんかあまりにも人がいて、人がいっぱいいて、ね、うん、でまあ俺もフラフラしてたからよくわかんないんだけど、うん、であーと思って戻んなきゃと思って戻ったら、すっげえ制服がそっくりと全然違う学校に俺ついてっちゃって。だってさ、9クラスもあるとさ、正直さ、うん、そこまで喋れないやつとかいなかった？同じ学年でも学校の中で。いや、います、います。だっているよね、同じ学年で知らない人とかもいますもん。同じ学年でね、うん、俺はりかし、まあもうみんなと仲良かったんだけど、ただ本当にさ、一回も同じクラスにならないと、うん、あと端と端のクラスとか、ね、そう、いや、やっぱ喋んないことあったじゃん、うん、だから俺、ちょっと顔が分からないだけで絶対自分の学校だと思って、うん、それとついてたら全然違う学校のバスにまで乗っちゃった。そうなんだ。そこでこいつなんだみたいな顔されて、いや、喧嘩売りに来たのかみたいな。いや、すいませんって言って、あの植木仁さんみたいな人の俺が、あれ親見てないみたいな感じで、すいません、あれこれ都立南高校じゃないですよねとか言って、慌てて逃げた。面白い。見つかったんですか？見つかったよ。危なかったよ。カシャーとか言って俺呼んでたよ、みんなが。セタニの先生とかが、カシャーどこ行ったーみたいな。いや、でも、わかります。あの、私もサービスエリアで違う学校のバスに間違えて乗っちゃったこととかあるんで、もうみんな同じじゃないですか、バスが。それで、何組とか書いてあるんだけど、うん、もう本当に私たちの時代はもう、
多いからみんな同じ時期に旅行に行くし、似た制服だと分かんなくなっちゃうよね。私もお寺とか行ったんですけど、お寺ももう大渋滞で、でちょっと待って、で一組ずつこう順番に行って、もう出口もみんなだから普通の観光客とかあんまりいたかな、なんか学生だらけだった気がする。そんだけ学生来てたら学生の貸し切りじゃないのやっぱ貸し切りなんだあれは。ですか、逆に俺が一般で見に行ってそんなのに巻き込まれたら嫌だもん逆の立場で考えたらさそっか、ね、だから何日から何日は貸し切りみたいな感じか。せっかくよし、ちょっと京都のお寺巡りで落ち着いたわね、ちょっとわびさびな気分をみたいに言ったらさ、うるせえガキたちがギャー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 、しかも大して見てもね、大して見てもね、もう悪い悪そうなのがいっぱいうよいよいたらもう嫌だよそんなの。確かにね。でしょ、話も聞いてないし、ね、話は聞いてねえしさ、本当にもうそう、ただみんなでいるのが楽しいだけだよ、ね、うるせえだけじゃん、ほんとにそうですね、うるせえだけだったな面白かったけど面白かったですよね。で広島と山口に行ったんですか。うん、広島山口の僕らはそうだったね。広島行ってその後から山口に行っていろいろで、なんか山口まで行ったら班ごとに4つぐらいルートがあってね、はい、いろんな好きなルートを選んでいい、うん、で俺はランチでフグを食べるっていうコースだった、へ、有名な地元のね、高級高生でそんなフグを食べるの、まあ、でもね、ちょっとランチが別料金だった、ちょっと高かった、そこに参加するとね、でもなんか俺ら友達でもお「フグ食おうぜ!」って高校生だって「食いたいな!うん」っで仲いいやつらとそのツアーの方に参加したら、もうすっごいでかいね、もう多分修学旅行客相手にしてるような大きい風屋さんでさ、もう音広場みたいなところに通されて、まあそれでもさ、ね、高校生で「よっフグ刺しかな」とか言ったら、フグ刺しがお皿に3枚しかないまあ他のものはなんかちょこちょこ出てきてるよ、でも全部フグなんでしょ、ね、いやフグじゃない料理、ね、フグじゃないんだ、フグじゃない、なんかいろんなさ、下からこう固形燃料でなんかよく温めるよう なんか鍋とかいろんなもの置いてあったけど、フグ刺し3切れしかなかった。だから俺の同級生の中島っていう悪いやつがさ、おい3切れしか出さないのかよこの店、もう大声でおい先生に中島さんうるさいそうだみたいな、ちょっと先生も笑っちゃってる確かに3キロは少なかったなってだってフグのコース選んで別料金なのにフグ3キロしか入ってないってこと、あと唐揚げもあったから、確かに、あーでも唐揚げ1個ぐらいついてるからフグの唐揚げちょっとでもなんかフグ刺しをもうあの長島さんみたいにうわーってこう箸ですくって食べるとかみんなでそういう話をしながら、わーもうあの皿が透けるぐらいに薄く切ってあってあれだぜとか、お箸でうわーって10倍ぐらい一気に食ったらダメだぞとかで他人の先生とかでも言われて、そしたら長島茂雄さんの食べ方だぞとか言って大丈夫だー妄想していったのって言うと3倍怒っちゃってみんなも面白い高校生なの。そうなんですね。それでもちょっと良くないですよね。良くないよね。ちょっと学生相手だからってね。ね、ちょっと舐めてますよね。せめて5枚にしてほしかった。いや、なんかフグ類っていうか全部がまあ大体フグじゃないですか、うん、かと思ったらなんかちょろっとフグがあればいい。あとね、あれもあった、フグの皮の入った煮こごりみたいな、あ、前菜の盛り合わせみたいな、うんうんうん、でも冷静に考えたら絶対それとフグの皮揚げが1個とあと雑炊だ、フグ雑炊、フグ雑炊、あ、まあ、うん、結構コストそんなにかかってないですよね。はいよ、雑炊だったらほとんどスープと卵とご飯だった、そうですよね、ちょっとフグ入れときゃいい、フグ入ってなかったら多分フグの出汁だよあれ多分。あ、なるほどね、うん、ちょっと今考えるとね、ふざけてるなって感じですね。ふざけてるな、ほんとに今だったらもうこのね、この料理人だったら今からしたらもう怒るけど、あと今だったらもうほら SNS にみんなあげちゃうじゃん、あ、そしたらもう炎上しちゃうからできないけど、昔はちょっとそういうのがあんまなかったから、うん、映るんですね、撮ってよかったね映るんですね、撮ってそれを焼き増ししてみんなに配って、そうですね、なんだこの枚数はまあだから逆言うといい時代でしたけどね、いい時代で、ね、今はもうそれやったらすぐにもうね、ネットで拡散されて、でも今でもその高校のクラス会とかでそのメンバーとおうじゃん、うん、相変わらずそうですもんあのフグ刺し3切れしかなかったもうみんないいおっさんになってフグ刺しぐらい食いに行きゃいいのに、あの修学旅行のフグ、あの店どこだったんだろうか、もう一回行ってやろうかとか言ってだからすごい印象的だったんでしょうね、うん、その3切れが、うん、ね、あ、みんなが多分すごい期待していったからですね、期待値が高かったから、で
これただ悪いメンバーばっかいたんだよ、なぜか。もっと他のさ、自転車でどっかを回るとか、いろいろ、多分みんな、これが一番楽だと思ったかもしれない。フグであって、フグ刺しを食うっていうのが。ちょっと金さえ出しときゃいいよみたいな。楽ちんそうだし、いいじゃない、フグ食えって。なるほどね。まあ、それはでも面白いエピソードですけどね。まあ、面白いです。今はきっともっと違う料理になってそうな気がする。まあ逆に今の子たちフグとか食べたいとか言わないのかもね。そうかもしれないですね。ね、俺はやっぱおっさんだ。おっさんじみてだからな。だって高2で、フグってそこ行かないですよね。そうよね。今の子たちはもっとあれ今時っぽいもん食いに行くわ。そうなんかインスタ映えみたいなね。パンケーキとか。そう映えるものを食べに行くと思う。ね、そう思うと年寄りじみてましたね我々。高2の時から。なかなか渋いよ、高2でフグ選ぶって。渋かったですね。なんかやっぱりまだ食べ盛りだからね、肉とかさ、そんなにお魚ってなんか若い人ってそんなに好きじゃないじゃないですか、若い頃って、ね、だからやっぱあれなんですよね、きっとその料理を食べてたりしてたから、マスターもお家でも、まあ俺はね、そうね、子供の頃からだからみんなも周りもやっぱりそれに影響されて、そうだ俺で言っちゃったかもしれない、そうだと思う、多分俺結構それ言ったかもしれないから、おふぐ刺しって美味しいよって言ってなかなか食えないぞって絶対マスター言ったんじゃない俺が結構原因かもしれない、それでマスターが妄想したからみんなもらそれ取っちゃって、すっごい食べれると思ったそうなんだよっていうね、面白い物語ですけどね、それぐらいですか、なんかあとはまあ旅館で食べたりとか自由行動みたいなのはそんな感じ、あとは何だったかな、まあ当然ね夜になったらいかに女子の部屋に行くかとか、もうそんなのばっかですよね、せっかくねあんな地方に行ってんだから、その地方のいろんなものを楽しめばいいのにさ、頭の中それしかなかったもんね、まあ、当時はそうだよね、みんなバカだからねまあそういったみんなもね修学旅行にね早くね行けるようになるとね、ちなみにうちの高校生 の、 長あの、ね、高2の長男はね中止になっちゃった、かわいそうに、そうなんだ、長崎に行くって楽しみにしてたから、俺も長崎か、まあちゃんぽんだなって当たり前のこと言ってちゃんぽんか皿うどんで大体迷うぞみたいなね話してるから、かわいそうね、今月来月だったんですか、今月だったね、今月か、そっか、早くねギリギリまで行くか行かないかこうね、学校もなんか、こうすごい協議を重ねてたみたいだけどやっぱなしになっちゃってねえ、なんか ね、 ねかわいそうにね、やっぱり私たちのねこの1年とね子供の1年ってね重みが違うからね、違うじゃん、やっぱあの頃だからそうやって女子の部屋に忍び込んだりが楽しかったわけよ、今にそんなこと別にしたいとも思わないもん、もう今だから別に何とも思わないですよ、バカじゃないの、やっぱさあの頃のだって今行ったらね、別に違うバスに間違えて乗るとかあんまないじゃん、やっぱあれが楽しかったね、そうね、そうですよね、まあじゃあ早くね、ほんとそんな世の中になることを祈って、はい、そうですね、はい、そう若い子たちが修学旅行に行けるように、行けるように、でまたその修学旅行エピソードがなんか聞けたらいいなと思いますよね、そうですね、プレミアム B ライブ、はい、ということでマスター今夜は修学旅行トークになりました ね、はい、そうですね、ちょうど季節的にもね、秋ですしね、でも修学旅行の話みたいなのすると、まあ、この年になるとほんと盛り上がりますね、ああそうね、やっぱ昔の同級生とかと、ね、あとあの時代の ね、 そうね、やっぱ時代背景がね自由でよかったなっていう、なんかねバスガイドさんがそれでね面白かったりしてね、ちょっとバスガイドさんみんな好きになっちゃったんですよね、一緒に写真撮ってもらって、ね、高2ぐらいの男子になるともううるさそうでしょもうそう誰がいい、なんか1号車がいいとか3号車がいいとか、なんかそういうのって今も変わらないのかな、いろいろ思っちゃいますね、じゃあまたこういった昔話昭和話で、これはねこれも皆さんハガキで送ってくださいねそうですね、盛り上がりたいです、我らの修学旅行トーク、修学旅行秘話お願いしますお願いします、はい、ということで今夜もお届けしてまいりました、お相手は金森理香とマスターこと賛否両論笠原正弘でした、ありがとうございました、ありがとうございました、プレミアム B ライフ、この番組は水木コミュニケーションの提供でお送りしました、モデル事務所水木コミュニケーションではエンターテインメントで人々に感動と笑顔そして活力をに共感できる方を募集しています、モデル事務所水木コミュニケーションではモデル、タレント、俳優を目指しているフレッシュなあなたのご応募をお待ちしています、詳しくは水木コミュニケーションで検索。